はい、こんにちは、まめと申します。ノエシス02ウカ実況プレイ続きやっていきたいと思います。で、今しぐれくんのうちにちや先輩がお邪魔しているというところですね。で、前回はですね、しぐれくんのお部屋のフィギュアとかポスターをね、前先輩が一生懸命片付けてワンサワンサしてたところで、なかなかね、ちや先輩が部屋に上がってこないということで廊下に出てきたところからスタートです。部屋の前に出ると廊下の奥から話し声が聞こえた。奥ってゆきちゃんの部屋でしたっけ？ちや先輩連れて俺の部屋来るって言ってたぞ。何やってるんだろうな。じゃあこっそり中を覗いちゃいましょうか。足音を忍ばせ扉に近づき身をかがめる。なるべく音を立てないように掴んだノブを回した。部屋の扉を薄く開け、額を壁の、縁に押し当て中の様子を伺う。すると部屋の中にはユキとチア先輩がテーブルを囲んで座り、何やら話し込んでいる。ユキちゃんのお部屋かわいいな。すっごい女の子らしいわ。しかもなんかすごい窓があってベランダもあるからすごいですね。ちょこちょこと開放感がすごいわちょこちょこと、テーブルの上の小さいものを手に取り、その位置をずらす。今日は離婚したママが月1回ご飯を作りに来てくれる日だよ。おままごとですかそれは楽しみね。ユキとチア先輩は小さな人形を手に取り、これまた小さく作られた家の中をポンポンと歩かせている。その人形は小弓とユキが幼稚園に通っていた頃に買い与えられたものだった。小弓が昨年家の整理をした、した際部屋から発掘され、そのままユキの部屋に引き取られたという経緯がある。しかし普段からぬいぐるみに囲まれて暮らしているユキはともかく、チア先輩が人形で遊ぶ姿などどこか不思議な感覚があったわあ、ママだ。ごめんなさい、裁判所の決定であなたたちの1メートル以内に近づいてはいけないの。アメリカの州法はすごく厳しいものだから。でもね、あなたたちはいつまでも私の子供よ。ママはママだよ。そこまでよ、泥棒猫。あなたがたかしさんの妻だったのは3年前まで。今はただの他人。私の可愛い子供に指を触れないでいただけるかしら。ママ、違うの。これは違うの。あら、ごめんなさい、とも子。いけないママね。あなたのことを怖がらせてしまったわ。セバスチャンはいるかしら。はい、ここに。この薄汚い女を部屋から追い出して、今すぐよ。さっさと出ていくんだ。いくら旦那様の前妻とはいえ、あんたはもうこの屋敷とは一切関係ない。話しなさい、セバスチャン。雨の中行き倒れたあなたを拾ってあげた私を追い出すというの。すまねえ、おいら3人の子供と女房を養わなきゃりゃならないんだ。ここはおとなしく引いてくれ。いやよ、いや、もう一度だけ智子の顔を見せて。私は何度だって諦めないわ。運命という嵐が私と智子を引き離そうとも、いつか必ずその障害を乗り越えてみせる。なんて遊びをしてるんだ。だから待っていて、智子。ママは必ずあなたの元に帰ってくるわ。とても楽しそうに人形遊びを繰り広げているユキと千代先輩。心なしか繰り広げられる物語が昼ドラばりにドロドロしているように見えなくもないが、物語は佳境を迎え、異様な盛り上がりを見せていた。人形たちの生活水準はかなり高く、大きな一軒家にクラシックな自動車まで保有している。この玩具で遊んだものの、一体何人がそれほどまでの暮らしを、享受できたであろうか。ウサギや犬のくせに俺たちよりもいい暮らししやがって。しやいやいですね。豆を飾ってましたね、昔。それから6年の歳月が過ぎ、月日が過ぎた。トモコは屋敷を飛び出し、コロラド州のデンバーにいる本当の母を探し当てた。
ママーママー。まあなんてことかしら、夢みたい。私の目の前に天使が舞い降りて、視線に気がついたのか先輩の首がゆっくりとこちらを向く。沸騰する夜間のように表情の中に赤が混じっていった。なあ千代先輩、その、なんでもない、すまなかった。パタンと俺は静かに扉を閉める。手鏡に視線を移すと、マヤ先輩は口に手を当てあてがい、必死に笑いをこらえている。バッタン、背後から凄まじい音を響かせ扉が開いた。しぐれくん、ちょっと。いや俺は何も見てないぜ。いつもクールな千代先輩が雪と人形で遊んでいたなんて。それは正直小学校高学年くらいから人形遊びなんて卒業す。先輩は思い切り俺の首をつかみ、そのまま力を込めた。見られたからには殺すわ。マヤ先輩必死で彼女の救い彼女で、必死で彼女に救いの手を伸ばすと、マヤ先輩はお腹を抱えながら廊下をゴロゴロと笑い転げていた。ねえ、チアって見かけによらず可愛いでしょ。マヤまで見ていたわけね。もういいわ、私帰るから。ウィッとそっぽを向き、彼女は階段を降りていった。ああ、お兄ちゃんダメだよ、先輩を怒らせちゃったら。いや絶対面白いって、あんな無視できないって。チア先輩にあんな可愛いところがあるなんてな。まさか人形好きとか。お兄ちゃんは純粋だね。待って、なんかさ、この場面なんかデジャブな気がするんだけど、前回ノイシスでこんなのなかったっけ。チア先輩がそれだけの理由で私と人形遊びをするとでも思った。まるで裏があるみたいな言い方だな。ええ、もちろんありますよ、ユキちゃんの言う通り。ユキちゃんの部屋の中にはたくさんのぬいぐるみがあった。でもチアが選んだのは、ほこりをかぶった小さいウサギや犬の人形だった。それこそ幼稚園児しか遊ばないような。なぜだと思います。黙ったままのユキを目尻に、あ、尻目に、マヤ先輩は続ける。彼女は人形で遊びたかったのではない。ユキちゃんが人形をどう動かし、どう配置するかを見たかった。箱庭を使った心理テストです。それに都合が良かったのか、小さな家や家具が揃ったあの動物の人形たちだった。そう、マヤ先輩の言う通りだよ、お兄ちゃん。ポンと俺の肩を叩くと、ユキはそのまま階段を降りていった。ユキ、お前まさか。彼女の声が聞こえるのか、思ったそれ。その言葉を俺はユキにかけることができなかった。マヤ先輩の声が聞こえる、つまりそれは。え、ユキもどこかで会ったことがあるってこと。第5章に入っちゃった、誘い。なんか疑問がいろいろとまた浮かび上がってきましたね。あー、小弓ちゃん、なんか久しぶりに見た気がする。今日は本当いい天気だよね。どよどよとした重い虚空をバックに、小弓は太陽のような笑顔を俺に向ける。小鳥は歌い、子牛には翼が生えて牧場に戻り、そして道行く人はみんなスキップ。清々しい昼のひととき、私はこの日を待ちわびていたよ。待て小弓、いくらサボりだからってナユタの机の天板を割ろうとするんじゃない。机ごとどっかに捨てようよ。ナユタは学校に来ていなかった。昨日サボった俺ですらきちんと来ているというのに。邪魔者のいなくなった暦は、いなくなった暦は昼休みに俺を訪ね、嬉しそうに弁当箱を広げ、満面の笑みを浮かべているよどんだ空気と曇り空には興味がないようで、いかに今日という日が素晴らしいかをとうとうと語っていた。
嫌な天気だよな。大丈夫だよ、まだ鳥が高いところ飛んでる。雨は降らないよ。以前ナユタが学校を休んだ日のことを思い返す。あいつが教団の隠れ家に乗り込み、黒い指輪を手に入れた日のことだ。シグレだって昨日は途中で帰っちゃったじゃん、あの女と。そして千代先輩と一緒に家に帰ってきた。俺にはもうどうすることもできないのかもしれないんだ。ワイワイと騒ぎ、俺たちと同じく友人と語らいながら弁当をつつくゾンビたち。すべてプログラムされた行動だ。あの笑顔も、昨日のテレビの話も、そして友情でさえ、創造主から与えられた幻でしかない。それは上空から巨大な手で操られる人形。それと何が違うのだろうか。薄ぼんやりと広がるその非日常の中で、暦だけが生を持っていた。ええ、あの子たちは哀れな人形でしかない。でもね、しぐれくん、人形を必要としているんです。人の形を模した哀れなカルクリでしかないゾンビたち。人形はあなたの目を欺くために存在する。あなた自身が認めたくない現実からその視線をそらすための言い訳として与えられている。誰と話してるのかな。いるんでしょ、そこに。私はね、しぐれ、ナユタも千代先輩もそこまで嫌だってわけじゃないんだよ。でもね、今しぐれの横に立ってる人、その存在だけはね、なぜだかひどく私の胸をかきむしるの。ひどく心を不安にさせる。その人、まるで磁石みたい。いろんなものも人も引きつける。座敷わらしなんだよね。一体その人は誰なの。ねえ、教えてよ、しぐれ。それは迷った。ユキに対しては全て伝えることができた。たとえそれが異常な出来事だとしても、ユキならそれを検証し、道筋を立て、逆境を抜け出すヒントを与えてくれる。そう俺は信じていたからだ。目の前の暦はどうだろうか。俺が追い込まれたという、現実を知ったとしたら、どう介入してくれるだろうか。私に嘘はつけないよ。しぐれの口から言えないと言うなら、私が考えていることを当ててあげるよ。まさか私に黙ってれば何も気づかれないとか思ってる。私はね、しぐれのことをずっと見てるんだよ。見てるからわかるんだよ。しぐれが一体何に怯えているかも全部。しぐれは毎晩千夜先輩と通り魔事件を調べていた。あの人がなぜそこまで事件に入れ込むのか、それは誰か親しい人が巻き込まれたか、もしくは関係しているから。千夜先輩、あの人が探しているのは自分の姉だよね。どうしてわかった。ううん、ユキちゃんからは聞いてないよ。この前のこの学校のパンフレットを見たとき、しぐれ慌ててたもん。湯飲みを取りこぼすくらいに。あの会見、千夜先輩の血縁以外ありえない。そしてしぐれは撮影されたのは5年前と言った。しぐれが飛行機事故に遭った年、彼女はそこで死んだ。どうしてそう思う。根拠なんて何もないはずだ。私はね、あの時テレビで情報を追ってたんだよ。そしてしぐれの無事を祈ってた。日本人の乗客は2名、しぐれとあと1人、高城。これは千夜先輩の名字だよ。そして名前は。もういい。でもマヤ先輩の本当の名前が今分かりそうだったのに。もういいんだ。確かに俺の隣にいるのはその死んだ千夜先輩の姉、幽霊なんだ。俺は長い間夢を見てた。悪夢みたいな現実から必死に逃れようとあがいていた。でも目が覚めたらもっと悪い現実が待ち構えていたんだ。逃げ場所なんてどこにもない。そう、どこにも。だからしぐれはこの前意味不明なことを言ってたんだね。とりあえず食べようよ、しぐれ。お、おう。
小弓に促され、俺は椅子に深く腰掛け直すと弁当を手探る。そんな俺たちをマヤ先輩はナユタの席に腰掛け、頬杖をつきながら眺めていた。結局何かが変わったの？笑わないか？笑わないよ。俺の頭がおかしくなったと思わないか？思わないよ。思ってたら幽霊とか言い出した段階で病院に連れてってるよ。そうか。俺は小弓の肩を引っ張り寄せ耳元で伝えた。クラスの連中全部ゾンビだったんだ。あいつら人間じゃない。そう。だとしたらすごくよくできてるんだね。なんだよ、あんの普通だな。私思うんだよ、人間じゃなくたって別にいいんじゃないかって。女の腹から生まれていない奴らは脅威だぜ。人と同じ機能、人と同じ反応を返せるほど期待しているなら、別にそれは人って呼んでいいんじゃないかな。相手が何考えてるのかもわからないのにか。突然こっちに牙を剥くかもしれない。そんなの人間だって同じじゃん。本当に怖いのは人間の方だよ。それこそ簡単に裏切る。しぐれの口ぶりから言うと、ゾンビを作った創造主みたいなものがいるんでしょ。だとしたらゾンビの方がよっぽど人間より進化した種なんじゃないの？だって作ったやつを裏切ることはないんだから。俺はちらりと窓を眺めた。どろりと飴を溶かしたように薄暗いガラスにマヤ先輩が映っている。そんなの自動販売機と同じだな。言うことは聞いてくれるけど、コインを入れなきゃ対価が返ってこない。裏切らない、それだけじゃないか。ロボットに囲まれたって虚しくなるだけだ。俺は窓ガラスを眺めながらその先の言葉を続ける。マヤ先輩って言うんだ。俺が夢見てた世界で、その人はチア先輩の心の中に同居していた。そして今は鏡の中に閉じ込められて一緒に暮らしている。その人が作ったんだとさ、全部。通り魔事件もゾンビも人形も自殺事件だって。しぐれ、人一人の力なんてたかが知れてるんだよ。もしマヤ先輩、しぐれが言う幽霊が引き起こしたとしても、それはただ池の縁から小石を投げただけに過ぎない。広がった波紋、それを欲していた人たちがいた。そんなものにすがりたいくらい私たちの心が弱かったから、事件は拡大してしまったという反面もある。マヤ先輩もきっと心が弱かったんだろうね。だからはいしか答えられないロボットで自分を囲んでしまった。しぐれ、あなたはそのロボットの一つにならないよね。ロボットなんてごめんだ。メイドロボなら大歓迎だけどな。そう、ならいいんだけどさ。小弓は銀色に輝く水筒からお茶のおかわりを注ぎながら答えた。揺らめく琥珀の水面には小弓の少し寂しそうな表情が映っていた。さーて、そろそろ昼休みも終わりだね。両腕をオーバーに伸ばし、小弓は背もたれに体を預ける。わあ、しぐれ、机の中汚すぎだよ。余計なところ見んなよ。見るよ、そういうところしっかりさせるの私の仕事だもん。小弓は俺の椅子を引っ張るとガサゴサと机の中を整理し始める。プリントもちゃんと持って帰る。机の奥の教科書の間にサンドイッチしちゃダメ。ぐしゃぐしゃに、縮んだわら半紙を広げ、手のひらでアイロンかけ整える。まったく小弓は。そんな姿に少しだけ懐かしさを覚え、俺の中にはムズムズとした感情が持ち上がる。はい、プリントちゃんと分けたから、それと生徒会、こう、溜めすぎ。机の上には綺麗に並ぶ書類の束。一番上に生徒会発行の難しい4文字熟語がタイトルの解放があった。んだよ、生徒会長どこかよ。別に千代先輩と仲いいんだから、現職なんてどうだっていいじゃん。あの人と仲いい
あの人と仲いいってだけで、きっといろんな人から羨ましがられるよ。なんだよ、あいつそんなに人気あんのかよ。性格めちゃくちゃきついぞ。美人で頼りがいがあるって映るの、そういう場合。まあきついくらいじゃないとまとめられないよな。そうでもないよ。優しくてもちゃんと他人を操縦できる技術を持っていればもっといい結果出せたりするし、頼りない姿は全部演技で、よし、よしこの人のために頑張るぞってね。あー、前先輩がそんな感じだったな。どっちにしろそういう部分はないと上にはいけないよな。俺らみたいなのまとめなきゃいけないんだし。空き教室ばっかりだけど、それでも人は多いからね。昔はね、1000人くらい生徒がいたんだって。でもさ、今は少子化だから減るばっかりなんだってさ。そういえば豆の学校も1クラス減りましたね。 G クラスまでもあったのに、1個下から F クラスまでになりましたもんね。ほう。今は全生徒会、全生徒合わせても400人くらいしかいないんだって。ドクンと心臓が鳴る。400人。ちょっと待て、その数字本当か？ん？昔1000人いたってこと？確かにこの校舎で1000人もいたらぎゅうぎゅう詰めだよね。違う、400人ってところだ。びっくりした、急に大きな声出すんだもん。数字は確かだと思うよ。でも詳しく知りたいなら先生に聞いてみればいいんじゃないかな。いや、いい、すまん小読み、驚かせてしまって。詳しい数字は知りたくなかった。この学校にはね、昔1000人もの生徒が通っていたそうだわ。でも今は600人程度しかいないの。合ってないね。昔は1000人以上生徒がいたそうですよ、この学校。でも今は500人弱しかいない。減っていってる？減っていた。この学校の生徒数が、時が進むだけで減っていた。思い違いか、それとも記憶自体が間違っていたか。だが一つだけ、心に杭のように打ち付けられた疑問が晴れようとしていた。ゾンビ。そう、ゾンビだよ。周りがゾンビだという異常さだけが先行して、どうしてゾンビなのかを考えていなかった。ゾンビにならなきゃいけない、そういう理由を無視していた。そこが一番大事なんじゃないか。なあ、小読み、お前せんべい食われた時なんて言ったっけ？ああ、あの袋だけ膨らませたって、膨らませてあったやつ？あんなの遠くからじゃ気づかないよね。しかも偽装工作してあったのは手前のやつだけ。手前のやつだけ詰め物すればパッと見は全部中身あるように思うもん。膨らませる手間も減るし、嫌な工作の仕事だよ。詰め物をするのは見える部分だけ。目の前さえごまかせれば全体が正常に見える。食べているのか、いなくなった子供たち、意もしない子供の名前を叫ぶ頭、そして赤い怪物、ポケットの中に収められた家族の絵、全てが一直線につながる。怒りの炎が俺の心を蛇のように伝い燃やす。もしも彼女が生徒を食べていたとしたら、生徒を失踪させその生命を奪っていたとしたら、まずはバレないよう食べた後に身代わりのゾンビを作る。失踪した生徒の親が怒鳴り込んできたとしても、対応する教師は全て殺され、出てくるのは操り人形だ。真相を怪しむ者や目撃した者は全てゾンビに、置き換え、され事件は、隠蔽される。そしてその事実から千夜先輩や俺の目を欺けるために自殺事件を起こした。突拍子もない考えだ。それこそ正気とは思えない。学校の人間のほとんどを食べ、代わりに意のままに動く人形を配置する、そんな大それた、ほとんど妄想の息を出ない行動する人間なんて。
いるじゃないかよ。彼女がいるじゃないかよ。だとしたら俺たちの今までしてきたことは一体何だったというのだ。数百人が失踪している中でジョバスの生徒7人、それすら俺たちは救えなかった。それどころかハルカ自体を犯人として追い詰め、その命を奪ってしまった。これじゃ大きなゲームの駒、ただの道具として脚本通りに踊らされていただけじゃないか。ガラス窓に映る先輩へと視線を移す。彼女はじっくりと俺の顔を覗き込んでいた。その目は美味しそうな獲物を前にした蛇のように鋭かった。ガタン。俺が背もたれにもたれかかると嫌に大きな音が響いた。どうしたの？さっきから様子変だけど。大丈夫なんだ。俺は頭を抱えながら小弓の顔に手のひらを突き出す。小弓は心配そうにその腕を取った。ブルルルル。その時ポケットの携帯電話が震える。腕越しにその振動が小弓にも伝わった。電話？いや、メールみたいだ。差出人はない歌。まさか番号はおるか、アドレスも教えてないぞ。ずわりとした嫌な胸騒ぎが皮膚の表面を張った。それは巨大なヒルが心を食い荒らすかのような、そんな悪夢みたいな予感だった。件名しぐれくん大好き。ちょっと気になるけど長いんだよな。ちょっと切りたいと思います。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。では次回もよろしくお願いいたします。ではバイチ。